そんなちょっと立ち方でよろしいですか。はい。すいません。あまり緊張されている。硬くならなくて大丈夫。硬くならない。はい。これ棒ばかり持ってた時は顔が映ってるんですか。はい、映ってます。あ、映ってるんですか。はい、逆に切れると変なんですよ。あ、はい、わかりました。五島町限定のワインです。アカリア。そうか、入ったことないけど。入ったことないですね。あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。ご主人4代目。創業106年の老舗でございます。はい、建物も100年以上続き、町屋を使い続けていて、この向きのある作りですよ。ですか。はい、でも明るいですね、今ね。そうなんですよね。はかりといっても、やはり長さ、重さ、濃度、こんなのがありまして、最新のものも扱っています。はかってほしい、私もいろいろ。いろいろはかり出すと、面白いですからね。そうですよ。はい、ね。あ、これ懐かしいですね。いやだね、これ飲みたくないよ。怖いことになっちゃって。保健室に必ず使われてましたね。はい、これ今でも現役で販売されてるんですよ。今の学校これあるんですかね。今でもなそうですけどね。なんかもう今年代に変わってるんじゃないですかね。そうかもしれない。あれの時は上調節スマホを無視してですね、ごまかしてましたけど。新人試験さんどうなんだろうね、今ね、はい、もう大相撲も新人試験さん。身長はあんな感じで測ってますけどね。そうですよね。無視されたかもしれませんね。はい、新弟子で思い出しましたけど、今座高を今年度いっぱいもう測らなくなるみたいな。ね、そう、雑魚私、県内2分長いやだ、当たりだ。なんか昔はその椅子の高さなんか合わせるっていうのが気になったけど、はい、それが実際に即さないようにしてきたねって言って、はい、これ棒はかりっていうみたいで、棒の先に測るものを乗せて反対側に振動を吊るすんです。バランスが取れてもらうで、そうでしょうですよ。これを測る職人さんがいなくなったので、日本では製造されていない。これマスじゃないですか。マスですね。マスは繁盛って言葉があるんだから。これもう日本のね、こう大事なところですよ、マスって。そして学校でしか私は見たことないビーカーですね。ビーカーって聞いたことですね。もう本当、ドキッとしますね。ここに足を踏み入れると、一般のが目に入ってですね、楽しめる。いいかもしれませんね。はかり屋の魅力。フリートークが盛り上がったらしょうがないですけど、はい、後ほどお願いします。